元気ですか？リナジェンチョンようこそ。リナちゃんです。そして久しぶりに米津玄師さんの新しい曲とミュージックビデオにチェックしてみましょう。そしてタイトルは Lady。 まあこのタイトルでもどの曲あまりわからない、でもロマンチックっぽいかな、かもしれない。まあとにかくぜひ一緒にチェックしてみましょう。3、2、1、なんかストーリーみたいやろうかな、ないかな。ああ、なんかまあ、バラードかどうかわからなかったからね。なんかもっとちょっとこんな感じ、リズムってな感じ、明るいな感じ。ああ、いいね。なんか曲のメロディも水着だもこんな感じで、なんか春のシーズンにアップされたの曲としてめっちゃいいな感じね。あら、かわいい。いいな。なんかこれ何かの映画主題歌としてなんか想像できる。ああ、この歌声やっぱりすごいだよね。なん、おう、おそれ、はあ、お、これ私の、あ、ただいいパートね。あ、それ以外だった。あー、いいな、いい歌ですね。うん、トゥルートゥルー、お、人間が現れました。ずっとずっと一人だったみたいね、短いの中。あ、このリズムめっちゃ良かった。このピアノね、ノート、なんか一日中なんか聞いても大丈夫ってな感じ、めっちゃいい感じな感じ、めっちゃいい感じな感じ、それ変な表現だけど、本当本当に楽しかった。まあ米津玄師さんの曲ってなんかエネルギーな曲の方でもバラードの曲の方でもあのこの声だからね、どっちの曲でもいい感じになってるし、まあすごく魅力的な感じで気持ちいいね。
個人的にね、本当に思った通りタイトルで、まあタイトルだけだけど、でもレイジってなんかロマンチックの方ね、なんかいい感じで気持ちいい春にぴったり、やっぱりね。そして、はい、皆さんのコメント待ってます。この曲のこと、ミュージックどう。そして、はい、今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。次、リアクションの中で会いましょう。バイバイ。